JR 弥彦線はかつて東三条駅の南側4番線5番線ホームから出ていました。1985年にいわゆる弥彦東線が廃止をされた後、1997年に今のように1番線の北側に0番線ホームを作って、そこから直接北側へ曲がっていく、そういった構造となりました。その際、もともとの南側から北へ大きくカーブをしていく、そちらの線路の方は廃線ということになりました。前回東三条駅から出発して信越線の下をくぐって、この辺りまでその廃線跡を歩いてまいりましたので、ここから続きといきましょう。信越線をくぐってしばらくはこのように緩やかなカーブを描いて北側へ行きます。そうしますと、ここで今の弥彦線の高架橋と合流をします。ここから先ですね、こちらのもともと廃線跡の道路とこちら交差するんですけれども、その右側の道、右側この高架橋の脇を並走する道、こちらがもともと弥彦線の走っていた線路ということになりますので、そちら見ながら歩いていきましょう。今南側を向いております。画面左、東側に東三条駅がありまして、そこを出発してやってくるのですが、廃線はですね、このようにずっと南側からまっすぐ伸びてきて、こちらこの道路、こちらが廃線跡ということですね。ちなみに今の弥彦線の高架橋の下はこのように遊歩道になっておりまして、誰でも歩くことができます。こちらが廃線跡かなというふうにも思ったんですけれども、あくまで右側の道路が廃線跡の上にできた道路ということですね。こちらの歩道を歩いていくことにしましょう。1日わずか14往復しかない弥彦線ですけれども、1997年までにこのような立派な高架橋は用意されました。その理由の一つがですね、この区間何本か道路と交差をするんですね。燕市から三条市まで抜けるこの道路は交通量が結構あったんですね。踏切など朝夕慢性的な渋滞の元となっていたため、このように高架化して一気に抜けていこうと、そういう風な構造となったわけなんですね。この高架橋、少し離れてみましても、まるで新幹線のものではないかと一瞬間違えてしまうほど、結構立派な作りとなっていますよね。今から20年ちょっと前に作られたものです。しばらく歩いてまいりますと、最初の駅にやってきます。北三条駅です。今はこの高架橋の上に一面一線の構造を持つこの駅ですが、もともと地上時代は二面三線、交換設備を持つかなり立派な駅でした。私が立っているこの辺りも駅の中だったことでしょう。昔の構内を航空写真で確認してみましょう。1984年の弥彦線電化開業の時に交換設備はなくなったそうなのですが、こちら1975年に撮影された航空写真になります。画面の右側が東三条駅方面、画面左側が燕駅になります。そして画面の下側、西側になるんですけれども、こちら表玄関だということがわかります。駅舎の隣にですね、すぐ1番線のホームがあることがわかります。そしてその画面の上側に島式ホーム、2番線3番線のホームがありますね。こちら今の航空写真に変えますと、はい、このようにですね、だいぶすっきりといたしましたね。西側の方に駅舎があるのは変わりませんが、高架橋の上の駅ということになりました。はい、ということで今の北三条駅、西側から見てみますと、やはりこのように整備をされておりまして、目の前にも木が植えられておりますね。だいぶさっぱりとした駅ということになりました。ちょっとこの北三条駅ホームに行ってみましょう。あのようなですね、簡単なスイカをピッとタッチするやつ。そしてそこからですね、このように一気に階段で登っていきます。なんかここだけ見ますと新幹線のホームに上がっていくような気もしますが、この上に書いてあります看板を見てみますと、このようなものですね、弥彦線というふうに書いてあります。東三条駅方面から列車もやってきましたけれども、今はこのような高架線で線路1本と、ただまっすぐとやってくる、そういった北三条駅となっております。
さあ、それではまた北三条駅からさらに燕駅方面に向かって歩いていくことにしましょう。さあ、そしてまたしばらく歩いてきますと道路と交差いたします。こちらもなかなか交通量の多いところでして、もともとは踏切があったことでしょうから混雑していた場所なのではないかなと思います。その交差点を抜けますといよいよ高架橋の区間も終わりということになります。こちらの道路もともとは線路があったわけなのですが、あそこでですね、堤防の方に上がっていきます。それに伴いまして、この高架橋下の遊歩道も終わりということになります。最後の方は高さの方も迫ってまいりまして、頭上注意なんていう注意書きもありましたね。その脇、廃線跡の道路なんですけれども、ここから信濃川の堤防に上がっていかなければいけません。どのようにして上がっていっていたんでしょうかね。この辺りからあちらの方に登っていたと思われるのですが、かなり急ですよね。こちらの道路の方を削ったんでしょうかね。誰かご存知の方、教えてください。こちらの高架橋、橋脚に銘板がありますから見てみましょう。一番下です。竣工平成8年1996年11月というふうに書いてありますね。このようにですね、線路脇の道から信濃川の堤防の方に上がることができますから、登ってみましょう。このようにですね、線路と同じ高さに行けるわけなのですが、なんか簡単に線路内立ち入りできそうでちょっと怖いですよね。こちら側に信濃川があります。はい、この道を登ってやってまいりました。そうしましたらですね、このように高架橋から飛び出てくる列車をですね、こちら撮影スポットなんかとしても面白いんじゃないでしょうか。そしてこちらの看板は置き石禁止の看板ですね。これは絶対にやってはいけません。ここからはですね、おそらく急線と今の線路、同じところを走っているのではないかなと思います。高架橋からスムースに堤防と同じ高さにやってきて、ここからはですね、こちらの堤防を走る道路としばらく並走いたします。何個か踏切もあるんですけれども、その脇にはこちら信濃川が流れております。中之口川と分かれて五十嵐川と合流をした後になります。こちら側上流の方ですね。こちら下流の方ですが、その向こう側には次の駅、燕三条駅が見えてまいります。そしてここからは線路だけではなく道路も付け替えが行われております。まず弥彦線の線路を確認したいのですが、ここからですね、こちらの道路をまたいでいきます。そのためにあそこ坂となっておりまして登っていくんですが、その線路と道路の間に隙間空いてるのお分かりいただけますでしょうか。もともとはですね、あそこを弥彦線の線路ありまして、昔はですね、道路を平面交差、踏切で交差していたんですね。そして橋を渡って、次お隣のあそこに見えます燕三条駅に向かっていました。続いて道路の付け替えについて注目したいのですが、しばらくこのように線路と並走してきた後、右側に大きくカーブをして線路の下をくぐっていくのですが、もともとはですね、今左側に見えてまいります、こちら、ここのアスファルト、こちらがもともとの道でした。こちら1975年に撮影された航空写真になります。画面の下の方から私も歩いてまいりまして、一旦大きく膨らんだ後、右にカーブしまして、ここにですね、踏切があります。そしてですね、ここに、今もそうなんですけれども、当時からおそらくここは中古車屋さんだと思うのですが、これが今画面の左側を道路が走っているんですけれども、付け替えによりまして道路が右側を通るということになりましたので、こちら今の航空写真に変えますからご確認ください。それではいきます。はい、ということでですね、道路がちょっとぼやけているんですけれども、今の位置に変わりました。右側に線路にちょっとへばりついたように行った後に、その下をくぐって抜けていくと、そういった構造となるわけですね。そして実はですね、線路の場所も変わっております。はい、こちら再び1975年の写真になるんですけれども、まだ燕三条駅もできておりませんが、線路がですね、川沿い道路と一緒に平行になってきまして、そこから信濃川を渡って対岸の方に向かっているのですが、こちらですね、赤い線でキープしますと、このようになっているんですが、これを現在の写真に変えますと、まあ、ちょっとですね、位置関係の対応も悪いような気もするんですけれども、ここからですね、線路の場所が少し外側に広がっております。
そしてですね、もともとは踏切があったんですけれども、そこから一気にこの河川敷から橋を架けまして抜けていくと、そういった構造となっております。こちらですね、列車の中から確認してみましょう。ただいま列車は高架橋の区間が終わりまして、信濃川の堤防に降りていく、そういった場所となります。そこからはですね、急線と新線がしばらく同じ区間を走るといった場所になりますね。今下から上がってきたところ、ここも私さっき歩いてやってまいりました。しばらく道路と並走をいたします。奥にですね、弥彦山も見えていますが、ここからはですね、しばらく走った後、だんだん道路と線路の隙間が空いていきます。そこがですね、もともと弥彦線の線路があった場所になります。そして中古車屋さんもまだありますから、そちらも合わせてご覧ください。だんだん隙間出てきましたよね。こちらに昔は線路があったわけです。そしてアスファルトが一つ分かれていきましたが、もともとの道路は向こうというわけです。そして今ここで立体交差するんですが、踏切はですね、おそらくちょうど今この真下あたり、このあたりにあったものと思います。そしてそこからこのように信濃川の河川敷を、今カメラが向いているそのあたりにもともとは橋がかかっていましたが、もう今はちょっと遺構は残っていないようですね。このあたりはですね、大変うるさい区間として知られています。急カーブでして、車輪との摩擦なんかでね、音が出てしまっております。さあ、そして信濃川を渡りましたが、ここからですね、しばらく隣に空き地が広がっていて、駐車場なんかもあるんですが、ここにはもともと弥彦線の線路の盛り土があったものと思います。このあたりですね。そして大きな道路と一本交差するんですが、そのさらに向こう側にですね、橋台が残っていますから、ご覧ください。ここ越えたすぐ、こちら今ありましたね。そしてここからはですね、今の線路と合流をします。一旦合流をした後にですね、今度燕三条駅がすぐにあるんですが、ここでですね、こちらの駅も列車高架の設備を将来的に持たせるために、また線路の幅が広がっていきます。こちら実現することはあるんでしょうか。こちらですね、燕三条駅から見ますとよくわかります。こちら今ですね、東三条駅の方面を見ているのですが、奥に信濃川を渡る橋もありますが、そこへ行く際にですね、少し斜めになっているのわかりますでしょうか。少し斜めに曲がった後にその橋に渡っていくんですが、もともとはですね、こちらずっとまっすぐ一直線に伸びておりました。そういったところからもこの付け替えの歴史ということがわかるのではないかと思います。はい、というわけで前回、今回と2回にわたって弥彦線の急線時代の遺構を東三条駅から北三条駅、燕三条駅と歩いて見てまいりました。もともとは東三条駅の南側4番線5番線ホームから発車をしていた弥彦線ですが、1985年に弥彦東線の廃止などを受けまして、1997年1番線の北側に新たに0番線ホームを設けることによって北側に簡単に行けるようになった。そしてその際に渋滞の緩和などを目的としまして、高架化することによってそういった問題を解消することができたと、そういった歴史を持つ弥彦線でした。というわけで今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。